アルペス・ポエニナへ属州の位置アルペス・ポエニナへ、またはアルペス・グライアへは古代ローマの属州の一つである。アルペスと名前の付く三つの属州の一つであり、現在のバーレ・ダオスタ州とバレー州に位置していた。サラシ氏族が住んでいたが、紀元前15年にアウグストステイの時代にローマ帝国の属州となり、州都はアウグスタ・プライトリア・サラスソルムに置かれた。 ポエニナイの名前が、ポエヌスで、属州内のグランサン、ベルナール峠を通ったと推測した。しかし、ティトス・リウィウスは、ポニネスのスペルが実際には、ペナイネスと誤ったものであったとした。また、リウィウスは、ハンニバルが、そのような北寄りの進路を取ったとは考えにくいと、している。ありがとうございます。